あの雪辱から1年。いやもうあの日のことが忘れられないんですよ。ミスユニバース、ミスユニバース、ミスユニバース。しかしね、トレーニングはずっと続けてきたわけですよ。女子ラボミスユニバースへの道、菊池、今度こそてっぺん取る。おはようございます。おはようございます。いよいよですね。いよいよです。どうですか、体調の方。万全です。じゃあ頑張っていきましょう。今日頑張りますよ。意気込みを。意気込み、絶対てっぺん取る。ちょ、自信なさそう。いよいよやるんですか。数回。数回。はい。じゃあ どのゾーンにも絶対入れます。どのゾーンにも絶対入れます。入れます。我々がちゃんと分かるようやってくれるんですか。いや、さすがにで、分かるやつ分かるやつでやるんですけど、似合わないやつは似合わない。頑張って。 TPO 頑張ります。じゃあ私の母ですよ、姉ですよ、お世話になっておりますよ。ということで、母と姉でした。はい、この後も頑張りますよ。よろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。100% 出し切りだ。まもなく決勝大会が始まります。お席にお座りになってお待ちください。ミスユニバースアイバラキー。私のチャームポイントは笑顔なので、
その笑顔を一人でも多くの方に伝染していけるよう、日本代表を目指して私が茨城県を発信します。ミスユニバースという世界的に影響力のある大会で自分を磨き、結果を出すことが一人でも多くの人に正しい情報を伝えることができるきっかけになります。私は自分の弱さを知っていますし、自分だけで生きてこれなかったことを知っています。だからこそ決めたことをやり抜く真の強さは人一倍ありますし、感謝の気持ちを人一倍持っています。私が生まれ育った、私を育んでくれた茨城を全国、世界に発信していきたいと考えています。国を超え、一地球市民である意識、それを理解できる学校を作る、そんな夢を持ち、私がミス・ユニバース茨城県代表になり、世界で優勝します。ラジオに求められているのは発信力です。これは誰でもなく私にしかできないことで、どこでもなく茨城の代表としてでなければできないことです。どうか私にこれらを叶えるための第一歩を踏み出させてください。エントリーナンバー5番、菊池舞でした。そうですね、もう持てるものはすべて今年も出し切ったかなと思います。心残りは、用ポーズ忘れただよね。どういうことだ、ね、どういうことだ、すみません、めっちゃ責められてる。どういうことだよ、グランプリなりそうですか。もちろんです。これでなれなかったらっていうことは言わないです。絶対なれるんで。そこ用じゃねえよ。用ありがとうございます。投票場所はここだなっておっしゃってます。お願いいたします。それではグランプリの発表の前にトップ5の発表となります。まずはエントリーナンバー1番、富田真帆。エントリーナンバー3番、薄井しおり。エントリーナンバー5番、菊池舞。エントリーナンバー7番、田中玲香。エントリーナンバー8番、中野さつき。それでは本大会の準グランプリを発表いたします。準グランプリは同点のため3名ということになります。茨城決勝大会準グランプリ1人目の発表です。エントリーナンバー8番、中野さつき。2人目の準グランプリはエントリーナンバー7番、田中玲香さん。それでは最後の準グランプリの発表です。エントリーナンバー5番、菊池舞。
ことを考えると準グランプリというのは非常に名誉なことだと思いますが、やっぱり頂点を目指して頑張ってきていたので非常に悔しい気持ちもありますが、今日こうして一緒に共に戦ってきたファイナリストと出会えたことや素敵な大会を支えてくださったスポンサーの皆様、そして事務局の皆様、そして来てくださったお客さんの皆様、ビューティーキャンプの講師の皆さんに感謝してもし尽くせません。大好きな茨城、これからも精一杯盛り上げていきます。ありがとうございました。それではいよいよ2018ミス・ユニバース・ジャパン茨城決勝大会グランプリを発表いたします。エントリーナンバー3番臼井しおりさん、おめでとうございます。どうぞ前にお越しください。2017ミス・ユニバース茨城グランプリの富田七海様よりタスキとティアラの贈呈です。頑張って茨城という気持ちで世界へ茨城を広めてまいります。どうぞ今後とも応援をよろしくお願いいたします。グランプリの臼井しおりさん、そしてファイナリストの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。茨城の良さを県内からまずは県内の人に PR をしていきますよ。あくまでやっぱりみんな頑張ってるんだからね、うん、おめでとう。ありがとう。この助け去年はこんなに遠かったのにね、ね、かけてもらったもん。気分です。昨年準ミスでしたので悔しい反面少しホッとした自分がいまして、そのホッとしてしまった自分がまた悔しくてこの1年間頑張ってまいりました。まだまだこう茨城県というのは知られているようで知られていない魅力がたくさんあると思うので世界に向けて発信していきたいと思っています。準グランプリ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。グランプリやっぱり取りたかったっていう思いがねやっぱ強かったんで、順で呼ばれてしまった時の気持ちって、もう呼ばれた時の顔すっごい歪んでたんです。うわって顔しちゃって、順でも素晴らしいことなんですけど、やっぱりそこは最後にグランプリ菊池舞って言われたかったな。やっぱ番組スタッフから物を言いたいのは、あ、ごめんなさい。そうだ、用が一個も出てないっていうことはどういうことだろう。 P 聞いてください。自然には出ない。ちょっと意識的にすればよくないですか。トップ狙いすぎた。もう終わっちゃったことなんで何とも言えないっていう。番組も終わるかもしれない。番組終わらせるぞ。それは半端です。すいません。シューグラフに撮って終わりってちょっとひどいです。優秀のビデオ一回やってみてもらって。ジングランプリ取りました。菊池舞のこんなんでいいのかよ。皆さん応援ありがとうございました。
しっくりきちゃうからやな。いやいや、終わりませんよ。皆さん、今年の菊池いかがでしたか？ちゃんと成長していましたよね。ファイナリストのみんなと最高のステージができてよかったよ。菊池はこれからも頑張りますよ。応援本当に本当にありがとうございました。菊池舞のこんなんでいいのかよ。女子ラボミスユニバースへの道